田首相、あんたの政府の経産省はどうなっているの？東芝を潰した経産省。福島で放射能をばらまいたのも経産省。再生エネルギーの本格化を邪魔して日本を世界で最低の再エネ国家にした。三菱重工というネトウヨ企業の軍国主義経産省でしょ？350億円以上の赤字を垂れ流すクールジャパン。経産省は犯人です。岸田首相、この後でクールジャパンの動画を見てもらいますが。岸田首相、まず3回謝り、ワン、と吠えてください。こんにちは、岸田首相です。何でも謝ります。でも、ワンと吠えるのは恥ずかしいので許してお願い。クールジャパン機構の損失、現在、累積損失309億。この現状認識をどう受け止めますか？2021年度末時点での累積損失。これ長引くコロナの影響等もございました。そうした影響も受けながら、一昨年に設定した257億円という目標を約50億円下回る、309億円となったことは事実であります。こうした現状を踏まえてですね、様々認識を聞いて非常に心配になりました。コロナでという話をしましたけど、コロナ前からこれかなり失敗してますよ、はっきり言って。全く今、現状認識を私おかしいと思いますよ。役所からちゃんと支援先の経営状況聞いた方がいいですよ、これ。コロナのためだけとは言っておりません。ガクッと落ち込んできているところはコロナの影響もあるというふうに申し上げているわけで、抜本的に経営改善が必要だという認識であります。財務状況が厳しいということだけじゃないんですよ。海外の需要を取るって言いながら、そういう取り組みがなんかほとんど行われてないのを思えるところもあるわけですね。例えばクアラルンプールで今ホールをね、作られたということでございますが、会場したこのホールでですね、公演が紹介されているもの全部見ましたけども、56公演というふうに見えました。その中で日本人アーティストが公演しているのは何件ですかって言ったら1件だけなんですよね。韓国のアーティストの公演はもっと多いわけなんですよね。これ一体何の宣伝やってるんですか？日本のこの魅力を発信するということだったんじゃないんですか？ホールを年間運営するわけですから、すべて日本人のというわけにはいかないと思いますが、まあご指摘のあった点含めて、基本は日本のアーティストを広げていくわけでありますので、アーティストのそうした展開を支援するものでありますので、しっかりとチェックをしながらですね、引き続き日本の文化、クールジャパンとしての文化、芸術、そうしたものの展開を支援をしていきたいというふうに考えております。国のお金が入ってるわけで、今回もう財党の計画で80億計上されてますよね。既存案件じゃなくて新規案件、これやるかどうか一回立ち止まるべきだと思いますよ、私は。